はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日は、以前、桃のね、ワイン紹介しましたが、今回はイチゴのワインです。ワインプラス、イチゴ果汁ということで、札幌ワイン株式会社製造。アルコール度数が 6%。容量が 200ml。ワインにイチゴ果汁を加えて作りました。摘みたてのイチゴを思わせるフレッシュな風味をお楽しみください。やや甘口と書いてありますね。これ甘口ではなくやや甘口ってことは、桃より甘くないということか。原材料が輸入ぶどう果汁と輸入ワインと国産イチゴ果汁と輸入果汁使用、香料と酸味料、酸化防止剤。となっております。それでは、飲んでいますか。いや、硬い。硬い。硬い。乾杯。うわ、甘っ。まあ確かに、桃よかちょっと甘くない。じゃないか。まあ、もともとイチゴって酸っぱいからね。甘くはないですよね、イチゴってね。実際、イチゴって酸味の方が強いですからね。甘みよりね。そんなもんだよね、イチゴってね。桃はもう全体的にもう酸味がなく、甘みしかねえけどな。うん。うん、ちょっと甘さも。まあ甘いけど、うん。まあ甘いっすね。甘いけど酸っぱい。じゃあ酸っぱい。なるほど、なるほど。まあ、普通の白ワインに、いちごジャムをビャビャっとかけて、混ぜたような味ですね。もう別にぶっちゃけた話、ただ、だってワインにいちご果汁混ぜただけでしょ。ぶっちゃけ味もこれ、ほとんど同じです。味もクソもねえな、これ。ただの、そのまんまの味。うん。これだったらあれだな。でも、ぶっちゃけ、いちごってさ、ほら、いちごジャムとかもあるけどさ、結局、いちごジャムってほとんど砂糖でしょ、あれ。甘み。いちごなんて香りぐらいで、ほとんど。いちごははっきり言って甘いのは、ほんとごく、少数だよね。ほとんど酸っぱいですよ。いちごなんて。俺、ショートケーキのいちごとかも、あれ酸っぱいのしか当たったことないけどな。ほんと食って、あ、甘えって思ういちごなんて俺今まで、1、2回しか食ったことないと思うで。それぐらいイチゴっていうのは酸っぱいだけの食べ物ですからね。別に大して好きじゃないんですけど。よくほら、イチゴミルクみたいな、イチゴのなんか練乳とかかけてくるけど。結局練乳とかかけないと酸っぱくて、ね。まあ、甘さはほとんどないですからね。
でもそれにしたってそれ、うん、まあ。まあ、桃の方がはるかに甘いですからね。桃なんてむしろ、ああ、でも酸っぱいのは酸っぱいか。まあでも、いちごよかはるかに甘いですからね。まあ、いちご。まあ、そもそもショートケーキとかの上に乗ってるいちごっていうのは、あれは、最初にいちごを先に食べないと、後で残しておくと、結局酸っぱくなるんで、ね。生クリームとか食べた後に、甘いものを食べた後にイチゴを食べちゃうと酸っぱくなるんで。まあそういう意味で、ああいうショートケーキのやつは最初から食った方がいいという、とは思うんですけど。最近ね、いろいろね、酒を飲むとね、吐き気がしたりするんで、あんまり。お酒もなかなか、がっつり飲めてなくて。てか何度も言うけど、このイチゴって、このイチゴワインって、ただの、ただのイチゴのワインっていうか、いちごのワインっていう、あれじゃないよね。ただいちごの果汁をワインに混ぜただけっていう。しかもどう考えてもこれ、あ、でも砂糖入ってないんだな。あ、じゃあなんでこんなに甘いんだろう。あれ、おかしいな。こんなに甘いはずないんだけどな。あれ？砂糖入ってないのにこんなに甘いか。むっちゃ甘いんやけど。桃のこのワインもあったけどさ、結局さ、ただ単にワイン、赤ワインかなんかに、いちご果汁とか果汁混ぜただけだからね。こんなのはあれですよ。ワインとは呼べねえよ。それなのにいちごのワインとかさ、桃のワインとか書いてあるけど、何言うとんのこいつって。僕は思いますけどね。ワインってそもそも、ね、当たり前ですけど、ね、発酵させて、ね、樽に寝かせて、で、作られるもんでしょ。なんかそれじゃないのになんか、いちごのワインって言われても、何とんのって。まがいもんでしょって。いう感じなんです。僕はそう思うんですけどね。なもんで、これは、買う価値としてはないでしょうな。3543。まあ、結局、ものとしてはチャチーっていうことです。ご視聴ありがとうございました。